マ？マサイ族はいません。日本。まさかのマーライオンじゃなくてコマユだね。ちなみに正解は、うん、真ん中に大きな島。あ、なるほどなるほど。え、何押したかったの？ちょっと押してみたかったですよ。日本の昔ながらの遊びをちょっとアレンジしたものを見つけましたので、おこんなもの。国旗カルタ。こちらです。国旗カルタ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 。ね、うん、昨年11月のイベントでは、あ、はいはいはい、ね、うん、接待として接待用ツールとし て、ね、うん、用いられたこの、はいはいはい、国旗カルタでございます、うんうんうん、とりあえず、うん、お前邪魔だよ。かわいそう。都合のいいあの子。さてこちら、どういうものかと言いますとですね、まずですね、安い、うん、安い、まず安いです、まず安い、100円です。ああ、100均のね。そうなんですよ、商品なんですね。そう、セリアさんで買いました。100円です。こんなゲームとかもあるんですね。そうなんですよ。国旗の他になんかまたいろいろありました、うん、よく覚えてます。いろいろありました、ね、いろいろありました。この、まあ、今後出てるかもしれないですね、うん、そうですね。その中の国旗バージョン、うん、こういう感じでですね、まあ、こちらが読む方の札ですね、うん、こういうのと、あと取る方の札、そしてですね、このホワイトカードがね、お、こちらもある。好きなルールを作れる例のやつ、これが絵札ですね、うん、これが取る方、うん、で、まあ、これ今気づいたかもしれませんけど、うん、このチリの国旗なのに、うん、頭がホなんですよね、うん、これ何かっていうと、うん、説明文の頭の文字なんです、うん、そう、なので、うん、まあ、チリの国旗なんですけど、うん、そっちの読む方の札はホから説明が始まってる。ああ、ありますね、うん、ここに。そうそう、ここにね、星一つ、アメリカ国旗を元にしたチリということでね、この頭の方が使われてるんですね。ああ、そうか。そう、うん、なので単純にこうチリから始まる説明が始まったからといってチリというわけではない。なるほど、なるほど ね、うん、すげえ難しいやん。でその読み札の方は、はい、あのその国旗の説明文になってるわけだよね、うんうん、そうそうそう、なるほどなるほど。そうで、ちなみにこのこっちの札の裏を見るとですね、その国の豆知識といいますか、なるほど、情報が載ってます、うん、こっちに書いてほしかったね。そうね、ヒントとか言えるからね。まあその辺はね、この札を取った人のみが、なるほど、ああ知れる情報、やっぱね、現代社会情報戦ですから ね、情報が大事ですから。そう、でこれ見たら、うん、アメリカ国旗を元にしたって書いてあるから、うん、アメリカ国旗に似てる、あ、ちょうどアメリカ、うん、ちょうどアメリカ、アメリカ国旗に似てるやつを探せばいいです、うん、うん、あ、そう言われるとね、アメリカの国旗のこう、うん、ちょっとピンチアウトした、うん、拡大したような、確かに、そうだね、確かに、うん、そう、うん、そんな感じだ、ね、なるほどなるほど、あ、そういう風に楽しみながら国旗を覚えていくっていう遊び方ですね、うん、そう、なるほど、これからね、うん、あの社会を勉強しようというお子さんたちにはぴったりの、うん、あー ね、ゲームでございますよ。国旗を覚えてるとね、うん、ちょっとかっこいいよ ね、なるほどなるほど。で、まあ、白カードも用意されてます、うん、こうやってだから自分で国を作っちゃうことも可能です。あで、まあ、48カ国ですから、うん、あれですよね、日本が正式な国として認めてる国が120何カ国とかあるから、うん、まだない国もあるんですよね。そうですね、その中の国をピックアップするもよし、うん、もしくは、まあ、シーラント公国みたいなね。ファミリーで、マイナーな、うん、ファミリーで国を作ってしまうもよし、うんうん、ただですね、うん、説明書きそのまんま読むと、うん、例えばロシアならこの C で判断できちゃいますので、ね、うん、なるほどなるほど、うん、内容の言葉はちょっと変えて読んでみますか、うん、なるほど、うん、説明をする、うん、説明するということでね、うん、はい、分かりました。じゃあ早速国旗の情報を説明してくれるよね、うんうん、要は、うん、はい、だけど死なら死から始まるわけじゃないよっていうことね、やたられた情報の中から推理してるってことね、うん、そうですね、うん、それでは、うん、それでは参りましょう、いきましょう、はい、これはですね、まず、うん、3色です。3色、3色、3色いっぱいありますよ、はい、うん、3色の国旗、うん、3色の国旗で、はい、で
その中の一つは白です、うん、その中の一つが白なのもいっぱいあるな、うん、そう、ね、さてこの段階で絞れてるかな、うん、フランス、ロシア、うん、イタリア、うん、エジプトもそうですね、うん、そうですね、うん、アルジェリアもでもそうだね、うん、イギリスもそうだし、アメリカもそうだし、うん、結構あるね。結構あるその国旗の模様は横島です。横島、うんうん、横島な国ね。横島な国いろいろ問題がある。はい、まあ横島ね、はい、それでもそんなに絞れないと、うんうん、では国の名前の頭文字がロです。ロシア正解。ロシア、うわ俺だけが持ってるロシアの情報。ちなみに、うん、白、青、赤、色鮮やかな横三色という説明です。なるほど、知るね、どう説明文の話、うんうん、そうね、こういう風にロシアの情報がね、うん、おっとこれね、この情報俺 CIA に流してやろうと思って100円出てんじゃないです。この国旗も横島です。はい、これ台湾図縦じゃん。あ、そうか。しまった。目線の先になんかフランスポーカーが。縦島じゃないですか。お手つきだよ、お手つき。あ、お手つきだ。何を俺は没収されるの、うん、ロシア。横島が3本線で、うん、3本線、その真ん中に柄があります。うん、カンボジア、うん、まあ、ケニアもそうですね。インド、アルゼンチン、エチオピアもあれもそうね。世界地図広げて取った国をね、自分で塗りつぶしたりとかしていくのも楽しそうですね。国取りゲームみたいな感じでね。あ、いいですね、うん、それ、うん、お子さんとやるとフィーバーですね。 そう、うん、ね、その国の頭文字は、うん、イです。イ、インド。インド正解。打ちたいかな。多分大丈夫、ね、ちなみに説明文の頭はヒです。ヒ、ヒンドゥー教とイスラム教、あ、お、争わないという印だそうです。あ、なるほど、はい、それがこの国旗の柄に表されているっていうことですね、まあ、理念とかね、思想がね、表されているということが多いですからね、なるほど、なるほど、そういう由来の国旗って結構あるみたいですよね、やっぱ宗教がね、一番基盤にあるというのが多いですからね、さあ2カ国目、黒字獲得しました。ロシアとインド手に入れたらもう、もう世界の7割は取ったも同然だよ、なんかいろいろ語弊出てきそうだけど、ちょっと位置的なもの、位置、その国のすぐ近くにすごく似た国旗の国があります、これも3色です。3色。オーストラリア、素晴らしい。これ何、うん、ああそういうことね、うん、いや、ユニオンフラッグに南十字星だったり、オーストラリア、ああなるほど、うん、南十字星ね、うん、だから位置って言われてさ、うん、位置を示してる、あ、これかと、うん、あ、違う、位置を示してる国旗って、うん、なんか、そういうことね、それぞれの島とかなのかなと思ったんだけど、うんうん、オーストラリア、そう、そうそう、オーストラリアね、うん、まあ島、オーストラリアのすぐ近くのニュージーランドってすごい似た国旗だったよね。似た国旗だね、確かにね、そうそうそう、なるほどなるほど、うん、俺の今あれだよ、持ってる国の面積、すごいことになってるよ、ね、結構だよね、結構でかい、北と真ん中と南とね、うんうん、もうすぐだ、もうすぐだ。何が、何がもうすぐなんですか。ということで、じゃあ早速いきましょう、はいはい、ね、じゃあパキスタン、違います。はい、まずこの国は、3色ですね、うんうん、定番ですね、定番の3色、横島3色、横島3色、横島ね、うん、横島のやつ、横島のやつ、はい、ね、で、これがね、まあ、おしゃれだなって思うのは、おしゃれ、わしの姿をこの3色に、まあ、配したっていうか、わしの姿、そう、わしの姿をこの3色で表したという、おしゃれな、わしの絵が載ってるとかではなくて、とかではなく、うんうん、この3色でわしを表す、なるほど、この3色がわしを表す、
私は行きますか。ちょっと行ってみようかな。お、行ってください。チャレンジ、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 エジプト。正解。すごいですね、うん、これ、はい、エジプト、わしの姿、赤白黒の肩に配した、うん、え、なんでエジプトだと思ったの。いや、なんか、うん、他の横島三色と比べて、うん、あの変わってるじゃないですか。そうだね、確かにね、うん、他この三色とか、うんうんうん、この辺が多い中で黒が入ってるって。そうだね、なんかそれっぽいなと思って、うん、ドイツかエジプトかかなっていう、うん、まあ、うん、なんとなくわしと言われたらね、うん、そうそう、うん、すごいですね。ありがとうございます。正解です、ね、ちなみに次のヒントはアスワンウェウェバエって同じのあの国っていうヒントでした。そこまでいくとね、次はですね、はい、4色の旗です。4色、うん、油っぽい。正解。油っぽい、ね、だって原油で有名ってことしかね。あら、主張国連邦、うん、ね、原油で有名、確かにね、うん、どこなんだろうねこれ。もうまあエジプト寄りですよね、うんうん、UAE ですね、うん、ナイル挟んでこっちとかね、うん、アラビア半島、うん、アラビア半島、まあ確かに確かに油でね。まあサービス問題ですね。サービス問題、そう、サービス問題、そう、まあ、これも、これはね、あの、うん、し島、縦島です。縦島、縦島です。ストライク、うん、ストライク、ストライクか、ストライク、ストライク、うん、なるほど、縦島です、はい、で、まあ、これはね、うん、平和と統一の、うん、まあ、白が入っています。うんうんうん、平和と統一の白です、うん、ね、平和と統一の白って言われるといっぱいあるね、でもね、そうか、うん、ストライプでね、いろいろ思い当たるものがあるけど、うんうん、最後のヒントです、はい、あるかないかって言ったら、うん、ない。よろしいですか、うん、どうぞ。イタリア。残念。ですよね。ねえ、ヒントなの最後。いや、なんかほら、そのヒント出す側もさ、うん、その国に関する情報を3つぐらいは持ってないとね、うん、はい、うん、いかんなっていうね。そうだね、うん、ことをちょっと思いましたよ。というわけでね、うん、アルジェリアとナイジェリアがある中、うん、ナイジェリアです。ナイジェリアです、ね、でもあの、統一の城、そう、平和統一の城ですね、うん、ナイル川、うん、ナイジェリアとか、うん、でナイル川の、うん、西とかそういう意味なんだよね、うん、違ったかな、秘密情報も載ってない、載ってない、じゃあ嘘だ。でも載せるまでもない情報としてあるかもしれない。そう、あ、なるほどね、全部ナイル川のことを表してるっていうね、うん、言い方が違うだけでっていう、うん、なるほどね、そうそう、話がしようね、うん、だからまああるかないかでね、うんうん、このね、アルジェリアもありますけど、ね、うん、まあ、お互いあれですね、うん、制覇しましたね。そうですね、いろんなところいろんなところを ね、 ね、ということでね、こういうのまあ勉強しながら ね、 ね、地図と照らし合わせながらね、うん、どこにあるんだろうなこの国はなんていう、こう、ね、なんか想像しながら、うん、ね、国旗の入手してるから探しやすい、ね、そうだよね、うん、ナイジェリア、うん、この辺だ ね、 ね、うん、私はアフリカ大陸を制覇しました。まだしてないけどね。うん、というね、ところですけども ね、 ね、うん、なるほど、ということでね、そういうことですか、この国旗の知識を100円で買うことができます、うん、お得だね、でも ね、 ね、うん、ということで、国旗カルタでございました。